写真をタップします。編集したい写真をタップします。編集をタップします。トリミングをタップし。枠をドラッグしてトリミングする範囲を調節します。枠の大きさに写真がトリミングされます。 枠自体を動かし、アングルも修正できます。調整ができたら、トリミングをタップします。保存をタップすると、編集した画像を保存できます。元の写真を編集、上書きするので、あらかじめ複製しておきましょう。